カルナシオン王立修道院は、スペイン、マドリードにある聖アウグスチノ修道会の女子修道院。修道院の創設者が王妃マルガリータであったこと、主として王侯貴族の女性を迎え入れていたことから、富に恵まれていた。俗世の情勢とは関わり合わぬよう厳しく誓願を立てさせる修道会でありながら、建物はパトリモニオナショナルの管理下に置かれ、一般公開されている。フェリペ3世によるモリスコ追放を祝して、修道院を創設した王妃マルガリータは、修道院の重要な支援者だった。そのため、修道女たちを町の人々はラス・マルガリータスと呼んだ。王妃はバリャドリッドの専属アグスティン会と関係があり、そこから修道院長としてマリアナ・デ・サン・ホセ及び修道女3名を連れてきた。修道女たちは新しい建物ができるまで、マドリード市内にある同会派のサンタ・イサベル修道院で暮らした。ラ・エンカルナシオン修道院は最初の入門者としてミランダ伯爵の娘で国王夫妻の名付け子であるアルドンサでスニガを迎えた。入門を祝うため、修道院長に対して生産用の金と宝石で縁取られた大きなガラス細工が寄進された。修道院はポサス公爵邸の敷地内に建てられていたが、王宮に近接しているために王が買い取った。また、王族が王宮から修道院へ直接行けるように通路を建設した。修道院は王妃マルガリータ没後である1616年エリザベト訪問の日にあたる7月2日に発足した。建物の設計を行ったのは修道士でもあったアルベルド・デラ・マドレ・デ・デウスである。ファサードはフアン・デ・エレーラの様式を呼び覚ますかのようである。修道院は現在一部が美術館となっており、豊富な芸術作品、聖ヤヌアリウスの地、聖パンテレーモンの地といった聖遺物を収蔵する。カルロス4世時代の宰相マヌエル・デ・ゴドイは、近所にある自邸フロリダブランカ宮殿から徒歩で毎朝、ラ・エンカルナシオン修道院へ向かい、ミサに出席していた。ジョゼフ・ボナパルトがスペイン王としてマドリードへ入城した際、ラ・エンカルナシオン修道院の門扉に、猫の死骸が吊るされ、もしお前がマドリードを去らないなら、この猫のようにしてやると書かれた文が付けられていた。修道院の一般公開が始まったのは1965年である。教会内装は18世紀、ベントゥラ・ロドリゲスによって、再び装飾し直された。主礼拝堂の天井フレスコ画は、フランシスコ・バイエウによるものである。ありがとうございます。